さして2号艇、3号艇、5番、6番と回って、バックスレッチャー陰線から踏ん張って1号艇の宮崎。先日、住之江で起きた大事故。前田咲希選手の怪我が心配されたが、10月に復帰が決まった。前田選手は、尾骨骨折、右眼下内側壁骨折、右眼下底骨折と診断され、手術したことを明らかにしていました。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。